北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンと行こう。7月4日日曜日の20時になりました。こんばんは、ナビゲーターの店長佐藤とアシスタントの吉部こと青木がお届けします。インターネットラジオチャポンと行こうでは、明日から平日が始まるなという気分を皆さんからのお便りをもとに、女優トークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に放送しております。さあ7月になりましたけど、こうやって吉部さんといつもの女湯というか、はい、収録スタイルに戻るの、なんかちょっと久しぶりな感覚。そうですね、でも3回くらいしかゲストがいらっしゃったっていうことになってないはずなんですけど、久しぶり感すごいありますね。ね、本当私たちちょっとまだゲストをお迎えしてインタビューとかって慣れないことにね、挑戦しながら、明治座チョコレートものね、お取り組みもそうだったけど、その後俳優のおしなりさん来ていただいて、でその次の回も俳優の西田直美さんに来ていただいて、割とこう映画お化けのテーブルのスペシャル回みたいなのが続きましたので、はい、今日は、まあ、久しぶりにちょっとそういうレギュラーなスタイルの回ということもありまして、うん、チャポラーさんからのお便りをたくさんお読みして、うん、ご質問にどんどん答えたりね、していくっていうお便りスペシャルを本日は開催したいというふうに思っております。はい、じゃあたくさんあるのでね、早速もうどんどんこう読ませていただいていきましょうか。はい、読みましょう。はい、滋賀県にお住まいのラジオネーム古民家暮らしさんからのお便りです。おしなりさんの回とても良かったです。店長さんもおっしゃっていましたが、おしなりさんの声が心地よすぎて何度か寝落ちしてしまいました。なかなか俳優さんの人生の話を聞くことは貴重なので、とても興味深かったです。青化け本当に楽しみです。だんだんムシムシ暑くなってきましたが、お二人の夏を乗り切る工夫がありましたら教えていただきたいです。古民家暮らしさん、古民家に暮らしてらっしゃるんですかね。ねえ、古民家ってどういうことなんだろう。古民家なんかこう古民家じゃないですかあれですね、すごいイメージが私の中で一人歩きしてるかもしれません、うん、古民家暮らしのイメージが、うん、多分その築年数がすごく長い、うんうん、日本的家屋に、はいはい、古民家暮らしさんっていうラジオネームから想像するに、こう味わいのある素敵なインテリアなのかなとか勝手に想像を膨らませてしまう。っていうのもですね、私最近 YouTube すごい今見るんですけれど、古民家暮らしの Vlog というか、うん、いっぱいあるんですよ、そういう番組とかチャンネルが。山の中で古民家暮らしとか、うんうん、あの東京にお家があるけど二拠点暮らしとか、うん、そういう YouTuber の人がいろんな暮らしを素敵な編集で公開してくれていて、なんか一回そういうの再生すると YouTube のアルゴリズムでめちゃくちゃそうおすすめ上がってくるんで、はいはい、今もう結構古民家暮らしにも染まってるんですよどっぷりと、どっぷりと。へー、だからすいません、まずラジオネームに反応しちゃったのはそういうのもあるんだけど、うんうんうん、ちょっとすみません、それちゃったんですけど、おしなりさん の声が心地よすぎて、はい、何度か寝落ちしてしまいました。最後まで聞けましたか ね何回かチャレンジして聞いてくれてるといいなでも俳優さんの人生の話なかなか聞くことなかったので興味深かったですって書いてくださってるから、うん、聞いてくれたんじゃないですか。なんとか復活して寝落ちから。本当声素敵ですよね。素敵だった。でもお人柄もこう声とともにというか、うん、声以上にというか、うんうん、映画の現場でも穏やかな立ち振る舞いっていうのはもちろん近くで見てたけど、実際やってお話聞くと穏やかさとかだけじゃない、なんかおしなりさんのやっぱふつふつと熱い部分とか、うんうん、なんかどういう悔しさとかを乗り越えてきた方かとかがすごく目の前から伝わってきて、うん、よかったですね。よかった。で、ムシムシ暑くなってきましたが、お二人の夏を乗り切る工夫がありましたら教えていただきたいです。うん、吉部さん、はい、これ結構吉部さん出番じゃない？なんで？こうやっぱり暮らしのさ、こうささやかな工夫とかって、あ、イマジネーションで乗り切るから。そうそうそう、吉部さんやっぱ埃をさ、こうふーって飛ばすとか、いろんなテク持ってるじゃん。テク、テク、テク。あ、だから去年初めて
昨日下着を買ったんですよ、うん、あのみんな多分着てるのかな、ユニクロのエアリズムの話多分なんかした気がするんですけど、うんうん、あ涼しいってなって涼しい下着を取り入れるようになったっていうのもあったり、うんうん、一緒にリラコの話もしたのかな、家の中でじゃあそういう格好をして、ね、外に出なくてよくって、うん、リラックスしていい時はそれを着て、うん、家事したりしてましたね。あとは家にいることが多かったので、たびたびシャワーを浴びる、暑って思ったらもう足だけでも洗いに行くとか、ちょっと首回りなんかベタベタするの気になるからすぐシャワー浴びちゃうとかいう風にはしてましたかね。他のチャプラーさんの方からもお便りね全部読ませていただいてるので、今日は読み上げられてない方の中にも夏がすごく嫌いですっていう、うんうん、最近お便りいただいてましたよね。いただいてましたね。苦手だ。そう、私冬生まれなので冬がすごく好きだったんですけど、うんうん、大人になってからは冬が嫌いになって夏が大好きになったんで、うん、もちろん暑い辛いとかはあるんですけど、夏が好きな理由はなんか一番自分が変身できる格好ができる、夏がチャレンジできる、あの冬とか秋とか春ってどうしてもこうレイヤードというかこう何かのシャツを着たら上にコート羽織るとか、うんうん、カーディガン羽織るとかニットを着込むとかで、やっぱりまだまだこう自分にとっては重ね着でおしゃれを楽しむってハードルが高く感じること多いんですよね、うんうんうん、でも夏って1枚のワンピースでとか1枚の T シャツタンクトップでとかパッとおしゃれ楽しめるから、うん、秋とか冬だと買わないような派手な色のシャツとか、うん、柄の派手めなボトムスとかを着たり、うん、今年はあのすっごい派手な色の B さん買ったんですね、うんうん、そういうのって冬とかできないじゃないですか。確かに確かに。でも爪の色もちゃんと足塗ってね、うん、で派手な色の B さん履くとかっていう、なんかこうはっちゃけた気持ちになれる格好って夏しか自分はできないから、うんうん、なんかそれがね夏をワクワクさせてくれるポイントかも自分にとっては。なるほどね、うんうん、確かに。あでもおしゃれまで楽しめてないかもな。私でも今年初めてなんですけど、また汗の話になっちゃうんですけどいいよ。なんかね今年、うん、運動を始めたからなのか汗かくの気持ちいいって思うんですよ。汗かいて、あ体がすっきりしたっていう感覚を知って、うん、すごく気持ちいいって思うようになって、うん、でもそういえば去年も汗しっかりかいたことで体のだるさが取れたりとかしてたな。エアコンも使いながらだけど、夏は夏らしく汗かいて過ごすっていいんだなって思えたんですよね。うん、それからちょっと普通の辛いけど、うん、まあ夏もまあよしみたいな、うんうん、この時間はちゃんと散歩して汗かいて、うん、あとはちょっと涼しく過ごそうみたいな、うんうん、そのリハリをつけられるようになったかもしれない。うーん、そっかそっか、汗をかく気持ちよさを覚えたってことね。覚えた。そうなんで私たちもなんか最近というか夏がいいなって思うポイントって、ま、年齢によってもだからなんか夏との距離感が近づくとかはあるのかもね。あるのかもね。暑いの嫌だけど夏だから汗かけるとか、うんうん、こういう格好楽しめるとか、うん、あるもんねやっぱり ね、うん、まあ本当人間もそうだし物事なんでもいいところと悪いところってあるからね、うん、難しいけど、うん、私たちもそんな感じで夏を楽しみたいですとかいうポジティブさはないんですけど、そういうなんかささやかなね、うんうん、良いところを見つけて一緒に乗り切りましょう。今年もなんか暑いみたいだからまた、うんうんうん、じゃあ次のお便り行きましょう。滋賀県にお住まいのラジオネームすーちゃんさんからのお便りです。佐藤店長、吉部さん、こんにちは。いつも楽しみに聞かせていただいています。先日のことですが、ちょっとしたことで夫と険悪なムードになり、私は怒っているぞということを分かってほしくて、不機嫌モードで家事をしていました。いつもチャポイコのバックナンバーをイヤホンで聞きながら家事をするのですが、第74夜の佐藤店長の息子さんが、棒で店長のポテチを取るというエピソードに不機嫌モードを装いきれずプププと吹き出してしまいました。そのおかげで夫が何に笑ってるのと話しかけてきて、なんとなく険悪ムードを脱することができました。ところで店長や吉部さんは夫婦喧嘩ってされますか？こ
これまでの夫婦喧嘩のお話や、そうならないための日頃からの心がけなどがあれば教えていただきたいです。ありがとうございます。あれですね、74夜で私の小学生の息子が贅沢ポテチを買った時に、それをあの棒で冷蔵庫の上に隠してるのに吊り上げて取るっていうあのエピソードですよね。いや最近ねちょっと背伸びてきたんですよ。まだねその冷蔵庫の上にあるお菓子カゴは届かないんですけど、うん、棒を使わずねジャンピングですよ。ボンって飛んでこうそのカゴごとドサッてこうなんていうんですか、ね、また高く飛べそうだな。なんか最近すっごいジャンプに変えたと思って、いやほんとね面白い。もう今日喧嘩中の方いたらねちょっとまた、うん、あ最近ジャンピングなんだっていう人間の進化がね、まあ、そこで行われてるんですね。そうなんですよ。だからいろいろ頭と体使いやがるなって思って見てるんですけど、うんうん、それがねあの契約ムードを脱するきっかけにあの話がなったなら本当に喋ってよかったって思います。で、夫婦喧嘩にならないための日頃からの心がけなどあれば教えていただきたいです。で、はい、どうですか。若い時は、うん、喧嘩まではいかないんだけど、私がムッとしているってことはよくありましたよね。まだ22とかだったから、うん、その不機嫌モードで表す以外の怒り方、うんうん、喧嘩の仕方がわからないっていう状態ですよね、うんうんうん、喧嘩すればいいけど本当喧嘩の仕方がわからないし、うん、話し合いの仕方もわからないから、うん、不機嫌っていうモードを多分作ってたと思うんですけど、うんうん、それを夫は見逃しませんよね。不機嫌だけどどうしたのって直球ですよね。そうなんだ、うん、えみたいなそうね私不機嫌だねみたいなあれみたいな不機嫌だからってこう不機嫌を返してくるっていうよりはすごいこうヒアリングされるので、あその若かった時から、うんうん、なので話し合うっていうよりはなんか伝えると、あなるほどねっていうのでこうただ丸く収まるっていうだけで、うん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 、最近はどうなんだろう、使ったティッシュ捨てようとかそういうのイライラすることはありますけどあのなんだろう、まあいいかと思ってやってあげてたけど、うん、それもやらなくして、うん、もうあえてそれはもうやっていただこうっていうので、うんうんうん、みんなの散らかしは置きっぱなしにして、ちょっとこれ、うん、ゴミはゴミ箱へとかめんどくさくても言うっていうようにしたら機嫌モードがいらなくなったなって思います。うん、前も何かの話でしたけど、不機嫌モードが自分を傷つけるってか気づいて、うんああそれは体力の消耗になるから私を大事にする意味でも続けていくのは難しいモードだって思ったので、うん、やれなくなりましたね。でもうちも同じかもです。やっぱりもう結婚して生きてきた時間の半分ぐらいを共に歩んでるんだなと思うと、うんもうお互いのもいいところも悪いところももう分かるじゃないですか、うんうん、だからやっぱ若かった頃はあえてそこをこう突きに行ったりとかえぐり出すようなコミュニケーションってやっぱり、うんうん、夫は全然そういうことしないタイプなんですけど、うんうん、私はしてたなと思うけど、だから喧嘩っていう喧嘩はあんまりないんですけど、うんうん、でもやっぱその不機嫌だよね。やっぱりお互いなんかムッとしたまま過ごすとかっていうのはやっぱりあったなと思うし、うんうん、まあ例えば本当に生活の中のちっちゃいあるあるですけど、うん、顔を洗うじゃない洗面台で、うんうん、何回言っても夫とか息子は激しい水流でこう、はいはいはい、シャーって水出してブラ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 って顔を洗うんですよで犬がいたのかなみたいな感じになりますよね。でこれが私すごく嫌で、うんうん、なんかその洗面所の床にも飛び散るし、うん、洗面台の周りも掃除しても掃除してもそういう水垢だらけになっちゃうから、うんうん、もうちょっと静かにお顔をこするってことはできないかなっていう提案をするんですけど、まあもうなんかそうしないと洗ったっていう感じがしないでしょうね、うんうんうん、だから ある時もう諦めて、うん、以来ずっともう10年ぐらい静かに毎日こう夫とか子供が顔洗った後、うんうん、そこをティッシュで拭うっていう言わなくなっちゃって、うんうん、本当小さなことですけどなんかそういうことが大きなことまで反映されてた気がして、うんうん、もっと若かった頃ってでもあ治らないんだなっていうやっぱ年を重ねてからの方が相手にやっぱりその期待しすぎない、うんうんうん、ブーメランで自分にも返ってくるなと思って。そうなんですよ、自分も期待してほしくないから私
に期待しないでって私にどうかもこれ以上の成長はないんで私はみたいな本当に思うよね思います、うん、今20年お互い経ったじゃない、ね、お互いのパートナーと過ごしてきて、うんうん、であと20年プラス過ごすとしたら60になってるでしょそうだねあ一緒に暮らせるのって本当に長いようで短いから、うん、もうこの人たちと仲良くしてたいって毎日めちゃくちゃ思うので、うん、お家の中では楽しいことだけが起きてるといいなっていうこの、うんうん、家の中をファンタジーにしたくって過ごしてる気がします、うんうん、いいですねだから家の中をファンタジーってすごいいいですねでも本当特に私もコロナ禍になってからの方がストレスは皆さんもそうだと思うんですけど個人としては増してる部分と、うん逆に家族といる時間が前よりすごい長くなったから、うんうんまあ、それはそれでこうお互いの負荷を家に帰ってきた時ぐらい癒し合おうかっていう、うんうん、やっぱりそういう心持ちっていうのはコロナ禍前よりはなんか家族のメンバーそれぞれになんとなくあるような、うん、私もそれ感じます感じがするよねもう本当にただ生きてるだけでも大変だよねっていうマインドセットがあるからもっとできるでしょうとかもっと答えてよっていうことを要求するような今状況じゃないよねっていういい意味での諦めとかも影響してるのかもしれないねそうかもしれないね、うん、優しくし合わないと一緒にいるの大変だなとも思うようになってきていや本当にわかりますそれ優しくしようって思いますそうそうだからもちろんどっかでは絶対本音でぶつかり合うんだけど今は休戦でいいかなとか、うん、なんか何でも向き合って何でも本音伝え合えばいいってどのタイミングでもそうなわけではないと思うんで、うん、熱くてうざくて本気ってなる私も自分を抑えたり、うん、機嫌よくするってさある種の演技もあるじゃないそうね、うん、なんかセルフプロデュースっぽいとこあるなって思いますそうそうご機嫌でいるっていうのって別にこう気持ち悪いことではなくて、うん、周囲の人に及ぼす影響を意識して振る舞い方を変えるっていうことだと思うから、うん、それはだから家庭の中でも一定やっぱり特にこの1年意識してるような気はする、うん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 、でも本当チャプラーさんの話とかもね聞いてみたいですよね、うん、きっと皆さんいろんな心持ち心がけで家の中での時間を過ごしてらっしゃると思うんで、うんうん、ね、知ってみたいなって思います。じゃあ次のお便りいきましょう。東京都にお住まいのラジオネームゆっこさんからのお便りです。佐藤店長吉部さん、はじめまして。在宅勤務でなんとなく音があった方が作業がはかどる時や家事のお供にいつも楽しく拝聴しております。早速質問です。お二人は褒められた時にどんな反応を返していますか？つい先日ある人にこちらが褒めた時は素直に反応してほしいんだよねと言われましたそう言われて意識してみるとありがとうと返すこともありますが以前何かの回で佐藤店長がおっしゃっていたようないえいえ自分なんてまだまだでござんす的な反応をすることが多いことに改めて気がつきました素直に反応するというのが思いのほか難しく明らかなおべんちゃらにはいえいえ的な返答になっていますお二人は雑談中や商談中など様々なシーンで他人から褒められた時にどんな反応を返していますか？ゆっこさんありがとうございます。褒められた時どんな反応を返していますか？褒められる内容というかこう軽さにもよるのかな。あと自分がその点について納得してるか不意に言われて嬉しいのか意外でいやいやって思っちゃうのかなんか様々に反応しちゃいそうですね、そうですよね。なんか褒めるって一言でくくってもなんかいろんなシーンあるんですよでその時々で反応を変えてて本当にこれ日本人的とかっていうことなのか分からないですけどなんかそうでしょとかって言える人と、うん、いえいえって言わなきゃいけないんじゃないかと思っちゃって謙遜しすぎちゃう時と、うんうん、なんかいろんなシーンあるなと思って、うんうん、私もその例えば洋服とか雰囲気とかを褒めてもらえたりする相手が身近な人だったり会社のそれこそスタッフとかだったりすると今日例えば佐藤さんなんかいいですねみたいな、うんうん、珍しいの着てますねとかでしょでしょって今年買ったのとかって言えるんですよ、うん、これすごい可愛いよねって、うんうん、でもいつも御社見てますとかああいうことをされててすごい感動しましたとか言ってもらえるときってあなんかいえいえありがとうございますみたいになったり、うんうん、
子供の個人面談とか言って先生にこういうところを息子さんとてもいいですよって言っていただけた時ってなんかそうでしょみたいな、うん、うちの息子そういうとこあるんですよって言えなくて、へえ、私言っちゃう方かもしれない。本当だから私もそうありたいなって思うんだけど、うん、なんかそうですかみたいな、うんうんうん、本当ですかみたいなすごい嬉しさがにじみ出てるけどね、嬉しく照れ隠しみたいななんでそうやっちゃうんだろうって自分でも、うん、後で素直にそうでしょって本当にいい子なんですうちの子とか言ってあげればよかったなと思うんだけど、うん、なんでそうですか本当ですか家ではこんななんですけどねみたいな、 なんでああいうこといちいち言って帰ってきたんだろうみたいなのが結構あるからなんかすごいこれゆっこさんの質問の回答って難しいっていうか、うんね、その時々でやっぱり変わりますもんね。そう、後悔してますって一言で言えないいろんな相手とか、うんうん、やっぱりいろんな関係値、誰からどう何について褒められるのかっていうことによってやっぱり自分もその時々で反応って変えてる気がしてて、うん、それがケースバイケースすぎるのと後悔がないかっていうと嘘で、うん、ああいう風に反応するんじゃなかったって思うことが多い。すごく多い、うん、確かに私ももうちょっと謙遜してもよかったのかなって思うことも多い受け入れすぎてて面白いね。でも仕事について褒めてもらった時、5年くらい前までの自分はもっといえいえとんでもない、もう私なんて本当に経営者になろうと思って経営者になったわけじゃなくてとか、うん、なんかすごいいろんな言い訳を並べ立ててた気がするけど、うん、やっぱり今年クラシコムって創業15周年を迎えるんですね、うん、なんか一つ自分でも区切りがすごくあって、なんか今年になって本当初めての感覚なんだけど、うん、そういう風に言ってもらえた時に ありがとうございますって自分なりに本当に頑張ってきたと思うって、うん、返してもいいかなってやっと思えるようになってきた。本当に最近そういうタイミングが来れば受け入れられるっていうことなのかね。そういう素直にだから自分もちょっと納得してるってことだよね。そうだね、謙遜しすぎる方がせっかくそのこのお便りも書いてあるけど、うん、褒めてくださった方に素直にありがとうって言えばいいのにって思われちゃうかもしれないとか思ったりするようになって、うん、だからありがとうございますって言えるようになっていきたいですね、うん、ここからはなっていきたいそうだね、うんうん、ねえ、ちょっとお答えになってるかわからないですけど、私たちも本当になんかここはこう答えてますとかってズバッて回答できるほどではないというかね、うんうんうん、まだまだいろんな返しパターンの中で模索をしていますね。チャプラーの皆さんがどう答えてるかのちょっとアイディア欲しいですね。お便りでぜひたくさん送ってください、ね、私こう返してますとか、うん、私たちもこれ引き出しがちょっとまだ豊かにないので、うん、ぜひ教えてください。教えてほしいです、はい、これは。じゃあ次のお便りいきましょう。東京都にお住まいのラジオネーム夏美さんからのお便りです。こんにちは。私は都内在住27歳のアラサーです。いつもお二人のお話を楽しく拝聴しています。突然ですが、お二人は服装迷子を経験したことはありますか？私は今まさにその状態です。25歳を過ぎたあたりから本当に着たい洋服と他人から見られたい自分に少しずつズレが生じてきました。もう少し大人にせめて年相応に見られたいなという気持ちがふつふつと湧き上がってきて、少し冒険し、いつもは着ない大人な洋服を買って着てみたりするんですが、なんというか自分の中でテンションが上がらないんです。周りから似合ってるよ、いつもより大人っぽいねと言われても、着ている本人がしっくり着ていないというか、でも大人になりたいし、と葛藤する日々です。お二人は自分の好きなスタイルと見られたい自分にギャップがあるとき、どう折り合いをつけていますか？また、年齢の変化とともに服装の変化はありましたか？はい、うん、夏美さん、ありがとうございます。服装迷子を経験したことありますか？ありまくりますよね。ありまくりますし、現在進行形、うんうん、毎年うん、迷いますね、うん、私たち今オリジナルでコスメもね、うん、アイカラーとかリップカラーとか作るようになってますけど、それを始めた動機もずっと迷いがあるからで、うんうん、どういうお化粧が自分に似合うのかとか、うん、どういうファッションが自分に似合うのかって時代の流行とか
もあるし、うん、自分の顔のその造作とか体型とか雰囲気とか好みとか、うん、そういうものに合う合わないっていうのもあるから、なんかずっと迷い続けるもの前提だよねっていうのが、うん、私はすごいもっとああならなきゃああなりたいのにっていう苦しさがあることだって結構長年捉えてたんですよ、若い頃って。でも年齢を重ねて子育てとか、うん、まあ、経営者の端くれとしてこう経営をするっていうことを通じて本当教えてもらったことなんですけど、うん、あの迷うってことは苦しいことではないと、うんうん、迷い続けるってことはすごく楽しいっていうとちょっと楽観的な言葉すぎるんですけど、迷うから変わっていけて、うんうん、その変化の幅が広がるんだとか思い込みがどんどん解かれてって、うん、怖いと思ってたことがこう一個ずつ減っていくっていうことなんだって思うと、なんか仕事も本当にどんどん変わっていくから、うん、迷いって尽きないから、うわーもうずっとこうかとかって絶望しちゃうんじゃなくて、うん、あずっと変わっていかなきゃいけないからいろんな新鮮さとかも味わえるんだなって思うことにしようって思って、やっぱり楽になってきたし、うんうん、であとファッションとかやっぱりメイクも服装迷子とかメイク迷子ですって自分のこと言ってきたりとか今まで、うんうん、してるし、今もそういう部分ってあるんですけど、なんかネガティブに使われすぎてる気がして、うん、なるほど、それがデフォルトだよっていう、そう、私それが自然だし、うん、だって迷子になるじゃん、世の中のファッション誌とか、うん、商業施設行ってもガラッて流行りが毎年入れ替わるわけだし、うんうん、ってなって自分は年を重ねていって、うん、様相も変わっていくわけじゃない、体型とか、うん、なんか迷いが晴れる日が来るわけないって思うわけですよ、うんうん、なんか逆にそれを自然なことであるって捉えて、うん、迷子なんですっていうよりはそれでそうだよねっていう、うんうん、だからなんかその迷子を楽しむっていう風にしようって、なんか本当に40代とかになってから初めて思うように自分の場合はなったんですけどね、うんうんうん、この夏美さんのような20代だった時とか30代の前半ぐらいって確かにこう見られたいももっとやっぱあったし、うん、共感はすごいするなって思ったり、うんうん、似合うとは何かじゃないですけど、うん、なんか自分に似合う着こなし方とか色とかディテールを知るように年齢とともに努めてたいなとは思ってる気がする。だから昔よりも今の方がどういうパンツのシルエットが似合うとか、うんうん、あ自分はあんまりギャザー入ってない方がいいのかもなとか、そういういろんな傾向みたいなのやっぱり、うん、結構その買ってきた服とかお気に入りの服を鏡の前で写メ撮るとかは結構やりますね。どこに公開するものでもないんですけど、客観的に見るために、うんうん、肉眼で鏡見てもあんまり私似合ってるかがわからないんですよ、うんうんうん、でもそれってまだ鏡を見る主観なんだと思うんですよね、うんうん、でもあの自分を自分で写真を撮ってみると、あここのシルエットがすごくダボついて見えるなとか、うんうん、あんまり顔色に色が似合ってないなとかが分かるので、うんうん、本当これはすごく実務的な話になっちゃうんですけどね、はいはい、私もなんかそう言われてみると35過ぎたあたりからかな、うん、それまでもお買い物の時は店員さんとめちゃくちゃ喋るんですけど、うん、ふわっと話しかけては来てくれるじゃないですか、うん、で何か探し物があるわけじゃなくいろいろ来てみたいっていうことをまず伝えながらこういっぱいピックアップして全部試着させてもらって、どうですかって言ったらいちいち出て行って、うん、似合ってても似合ってなくてもで反応もらって、なんかぜひ正直な声が欲しいから、これこうでこういうところがこうだからちょっと私には似合わないみたいとかっていう心の声を全部言うと、そのコミュニケーションを続けてると正直なこう反応だけしか返してくれなくなってくるんですよ、うんうんうん、なのであここまで来たらすごく信頼できるなっていうのがなんか積み重なると、うん、相談しやすいし自分も決めやすくなるし、気に入ったものを着た時にこう私も写メ撮ってもらうというか、うんうん、店員さんの視点から、うん、ちょっと後ろとかってどうなってるんだろうとかってこう撮ってもらうと分かりやすかったっていうのは確かにありました ね、うん、ね、自分で正面で見てるだけだと、うんうん、見えすぎちゃって、うん、わかります。そう、見えすぎるって良くないなみたいな。で人間の目っ
て、自分が見たいところをやっぱ見ますよね、うん、鏡で気になるところを見ちゃう。お腹周りだけをさ、やたらこう鏡で見ちゃったりとか、うんうん、顔つりだけを見たりしてるけど、写真で撮るとやっぱりカメラの目ってまた人間の目と違うから、うんうん、トータルでカメラは嘘をつきませんじゃないけど、うんうん、すごく主観的に見てた視点と、うんうん、違う視点の写真がパッとそこで自撮りだけど出来上がるから、あ、なんか思ったよりいいなって思う時もあったり、うんうん、あ、ここもうちょっとインしてこうやって着た方が自分のスタイルには合ってるかもとか、うんうん、あの分かり方が変わるっていうか、うんうん、それは本当にある時から意識して、お家でね、一人でそれを静かに、あ、買った後にやるんですね。買った後とかにやったり、だからもちろん失敗もあるんですけど、うんうん、それを続いても失敗も本当に減ってきてると思ってて、もう一つやっぱりその年齢とともに変化ありましたかとか、その自分の好みと見られたいその自分っていうギャップの話聞いてくださってると思うんだけど、はい、私もその正直な話をすれば、なんか自然体で見られたいとか等身大で見られたいとかってないと思うんですよ、うんうん、やっぱりこう見られたいって絶対あると思ってて、うんうん、心の内を探るとね、じゃあどう見られたいって思ってるのかなっていうと、まあ、一つは似合った格好が分かってる人だなって思われるように、うん、まあ、そこに近づけるように楽しみながら努力したいっていうのが一つ、うん、もう一つ思われたいがあるとすると、チャレンジ精神を失ってないなって思われたいとは思ってるかも、うん、そういう人だと思われたいっていうことだと思うんですよね、うんうん、なるほど、だからやっぱりあるタイミングでバサって髪切ってみたりとか、うん、変化をやっぱり自分の中にあえて入れるっていうのはゲーム感覚でやっていて、あの絶対自分はこういう色はつけられないとか、こういう色のメイク目の上にしたことないとか、うんうん、いっぱいあるんだけど、それを取っ払ってちょっと変になってもいいから、うんうん、一回やってみるっていうのはここ数年すごく意識してて、うん、目の上ブルーにしたことないですよとか、でもやってみると案外いいねとか、うん、やっぱ自分のコンフォートゾーンがちょっとずつ広がって、で許容できるものをやっぱり年とともに増やしていきたいっていう願望はあるんですよね、うんうん、その服装っていう小さいジャンルのチャレンジが、うん、実はこう生活とか人生全体に、うんうん、あの影響を及ぼすことがあるなっていう、こう実感はすごくあるので、うんうん、今までだったらこういう大きいピアスつけなかったけどとか、イヤーカフとかも、え、なんで耳に輪っかつけるんだろうとか思ってた時期あるけど、うんうん、今うちで売りたいぐらいすごく大好きになってるし、うん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 、似合わないをはみ出さない程度に、なんかチャレンジを入れるっていうのはやってるかもしれない、ね、皆さんどうでしょうか、なんかお洋服どういうものを着るか買うかとかって本当迷ったりするシーンあったりすると思うんですけど、私たちは現状なんかこんな感じで40代を過ごしていますっていう感じですかね、うん、はい、さて、いろんなすごく興味深いご質問をいただいたり、ご感想いただいたりして話が膨らみましたが、今夜のインターネットラジオチャポンと一個ここまでにしたいと思います、皆さん今日のお湯加減いかがでしたでしょうか。吉部さん、今日は本当褒められたらどうするとかね、服装迷子とか、うん、いろいろ多岐にわたりましたけど、はい、お湯の温度は何度でしたでしょうか。今日は41度。うん、ありがとうございます。なんか腕組んで発表した俺にはなんか、え、41度って何、どういう温度なんだろうって。そうで、確かに腕組んでこう、うん、41度って納得してる感じで言った後、え、なんで41度っていう、何のっていうね。まあそういうね、回もありますね。はい、皆さんの気分が今日も少しでも緩まると嬉しいです。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて、YouTube や Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Amazon Music など合計7カ所で配信をしております。ぜひご自分のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみくださいね。引き続きお便りも募集中です。感想、ご意見、ご質問など、サイトやアプリでチャポエコ最新記事を検索していただき、ページ後半にあるバナーよりお送りください。Spotify などの場合は説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。
全国のチャプラーの皆さん、お便りお待ちしてます。そうそう、今日最後に言おうと思ったんですけど、ツイッターとかインスタグラムで、チャポンと行こうっていうハッシュタグでたくさんの方がラジオの感想を上げてくださってるの、ご存知ですか？ウォッチしてなかったです。私すごい見てるんですけど、いつも嬉しくてこういいねしに行ってるんですけど、そうハッシュタグチャポンと行こう、はい、で、ラジオ番組名の行こうがですね、漢字なんですよね。行うって書く方の行こうなので、はい、ハッシュタグチャポンと行こうで、SNS 上でもぜひ感想とかシェアしていただけると、で、ね、チャプラーの方同士が SNS でつながってるのを見るのが本当に幸せ感じるんですよ。私わー、そこにコメント、私も聞いてます、あなたもチャプラーですか、って感想を入れてくださってて、でお互いあの回がとかって盛り上がって、私たちはそっちのけでですね、もう盛り上がってくださってるのがすごい幸せで、なのでお便りももちろんすごく嬉しいですけれども、 SNS でなんか感想をシェアしていただくのも私たち本当見てますので、ありがとうございます、はい、ぜひたくさん投稿していただけたらありがたいなと思います。ハッシュタグですね、ハッシュタグカタカナでチャポンと漢字で行こう、そうですそうです、ぜひぜひお願いします。次回のチャポイコは7月18日日曜日の夜20時放送を予定しております。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。ナビゲーターの店長佐藤とアシスタントの吉部こと青木がお届けしました。それではおやすみなさい。おやすみなさい。